目黒蓮朝の歌舞伎町で、ホスト姿、を目撃。クラブ帰りの女性も振り向くイケメンぶり。7月上旬、新宿、歌舞伎町の朝7時。仕事帰りのホストやホストクラブ帰りの女性客が思わず目を奪われる男性が歩いていた。目黒蓮、26、だ。ホスト風の妖艶なシャツを着ていたが、なぜ彼が日本最大の歓楽街、歌舞伎町に、初めて単独主演を務める7月クールの連続ドラマ、トリリオンゲーム、TBSK の撮影でした。同作で目黒さんは、ゼロから起業して、はったりと予測不能な作戦で100兆円、トリリオンドルを稼ぎ出して成り上がる世界一わがままな男、春を演じます。原作でビジネスの情報収集をするためにホストクラブに入店するシーンがあるので、きっとその撮影でしょう。7月1日に配信されたクランクインのインタビューで、春は自分の元の性格とは結構反対の方にいると語っていた目黒。役作りの秘策と朝、自宅を出る時から堂々とし抵抗と自分に言い聞かせていると言います。そしてシーンごとに細かく監督と相談することで、テンションが高く自分勝手なキャラクターを作り上げているのだとか、前出、芸能関係者、目黒は、見た目、にもこだわりを見せている。前出の芸能関係者は続ける、痩せやすい体質の目黒さんは、今回の自信満々な役柄を演じるために、常に食べるようにしているそうです。これを知ってか、ロケ現場にはスノーマンのメンバーからカフェカーやプリンなどの差し入れが届いています。